することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。ひとまず引くぞ。体勢を立て直すのだ。なんとか逃げ切れたか。炎症陣、ガッピを奪うはずが、命を奪われかけるとはな。私がこうして生きているのは皆のおかげだ。その尽力には再起という人で報いねば。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。カンネ、殿は大丈夫だ。うまいこと逃げたみてえだぜ。そうか、よかった。しかしヒヤヒヤしたぜ。長領とか言ったか。ありゃ化け物だな。おめえまでやられそうだったじゃねえか。たく、俺が助けなきゃ今頃あの世だぜ。ああ、はいはい、そういうことにしておいてやるよ。お、ずいぶん素直じゃねえか。感謝してるんだっつーの。あんたもおとなしく感謝されとけよ。口の減らねえ野郎だぜ。お前たち無事だったか。どう、おっさん、そっちこそ生きてたか。誰がおっさんだ。いや、そんなことより太子児殿を見なかったか。どこを探してもおられんのだ。そんな、まさか。呼んだか、龍毛殿。太子児殿、ご無事でしたか。さすが、孫悟の古株はしぶてえな。うん、宿将の一人として無様は去らせんからな。時に殿はすでに戦場から脱出されました。そうか、ならば安心だ。太子児殿。孫作殿、そして孫賢殿、乱世にあって良き主に出会い、存分に戦うことができた。殿に伝えてくれ。太子が礼を言っていたと。太子児が死んだ。はい、俺たちと合流した時にはすでに深手を負っており、最後に殿に礼をと、そう言っておりました。なんということだ。また一人孫悟の要たる人物を失ってしまうとは。そうか、太子児よ。伝令、孫賢様、賢業より訃報です。帝府様と郊外様、病にてご逝去なさいました。バカな、何かの間違いではないのか。なんだよ、帝府殿、郊外、こんなに早く行くなんて聞いてないぞ。伝令、なんだ、次から次へと。今は取り込み中だ。恐れながら緊急の報にございます。曹操が巨匠より出兵しました。現在合肥に向け進軍中です。その数30万。何、バカな、合肥にそれほどの兵を割くだと。漢中は、劉備殿は何をしているのだ。いや、まさか曹操は漢中を捨てたのか。殿、いかがなさいますか。曹操、実に恐ろしい男よ。孫悟の重鎮が失われたこの機に攻め来るとはな。皆、
今は友の死を悲しんでいる暇はない。悲しみを闘志に変えよ。去った者から受け継いだ者を示すのだ。県境付近で軍を再編する。集められるだけの兵を集めよ。我らの手で孫悟を守るのだ。ロシク、お前は劉備に援軍を要請してくれ。はっ。ですが彼らが応じてくれるかは。それでもよい。今は打てる手を全て打つのだ。太子寺、定府、郊外、許せ。今は満足な弔いもしてやれぬ。今の私は何よりまず孫悟を守らねばならんのだ。孫権殿。両毛、魏軍の動きはどうだ。曹操の本隊が術高に布陣。先方はすでに県境に向け進行中です。急ぎ反撃に出ねば都は陥落します。こちらの兵力は。およそ10万。数の差は圧倒的です。あとは皆の奮戦にかけるしかありません。そうか。よくそれだけの兵を集めてくれた。皆聞いてくれ。この一戦に敗れれば孫悟は滅びる。それを阻止できるのは私たちだけだ。皆の力、皆の命、この孫厨房に預けてくれ。当然です、孫権殿。そのために俺たちはここまで来たのですから。ええ、私たちが孫悟を守ります。倒れ去っていった方々の分まで。そういうこと。こんなところで終わるわけにはいきませんからね。おうよ、これは弔い合戦だ。負けるわけにはいかねえぜ。私たちの孫悟を、そして大切な人たちを守ってみせます。どうした、女性。震えているぞ。周太、俺はかつて故郷を失ったことがある。自分の無力さをあれほど呪ったことはない。だが二度と、もう二度と失いはしない。孫悟を守るため曹操の軍を打ち破る。その意気だ。ロシク、劉備からの援軍はどうなっている。殿、残念ながら援軍の要請は断られました。そればかりか慶州の家恩がこちらを侵犯し我らの兵糧を奪い取ったそうです。何、どういうことだ。曹魏の軍との戦いで兵糧が枯渇したようです。それを補うためであろうと。おのれ、それが答えか。劉備、不当に慶州を奪い基地にあっては刃を向ける、そのようなものがよくも命などといったものだ。もはや孫劉の命などない。孫悟を守れるのは我ら孫悟の将士のみ。ロシク、お前は急ぎ慶州に向かい関羽の動きを静中せよ。はっ、承知いたしました。行くぞ、高き虎たちよ。我らの孫悟を守るため曹操の軍を退けるのだ。両毛、少しいいか。ロシク殿、戦の準備はよろしいのですか。うん、そちらの方は整えてある。あとはお前に工事を託しておこうと思ってな。それが俺の最後の仕事だ。突然何を。両毛よ、俺は死ぬ。病なのだ。これまで隠してはいたがもう長くはない。宿将たちが世を去ってしまったこの時に
俺も死ぬというのはすまんと思うがな。これからは次の誰かが殿を支えなければならない。その退任お前に任せたいのだ。ロシク殿。リョモ、俺からの最後の頼みと思って聞いてくれ。どうか殿を頼む。俺は殿に天下を取っていただくと約束した。その約束をお前が引き継いでくれんか。承知。ロシク殿の頼み、この呂氏名が確かに引き受けました。すまんな。お前ならば安心して託せる。孫悟の未来を頼んだぞ。ついてこい。俺たちであそこを落とす。野郎ども、気合い入れてくぜ。行くぞ。あの目標、我らの部で制す。孫権様、あなたこそ真の三国武将です。敵地攻略に向かいます。みんな、私に続いてください。行くぞ。あの目標、我らの部で制す。包囲はなった。今度こそは逃がさぬぞ孫権。孫権様には触れさせぬ。信念見事なり。いかな大軍相手だろうとひるみはせぬ。義軍を退け、孫悟を守り抜くのだ。敵の士気はかなり高いようです。曹操を撃たない限り引かないでしょう。こんなところでしくじるとは、俺もなまったものだ。敵の包囲は打ち破った。皆、今こそ攻勢に転じるのだ。孫家の誇り、貫いたまでだ。孫権様、虎のごとき武、お見事です。
前線では一進一退の攻防が続いている。土砲を用いて戦局を打開するか。土砲配置のためまずは土塁を築く。設置地点まで工作兵を護衛する者が必要だな。助けを得られるとはありがたい。この策がなれば必ず流れは変わるだろう。お守りいただきありがとうございました。女性を得られたおかげでうまくいったな。これで戦況も変わるだろう。土砲は思った以上の成果を出しているな。よし、さらに土砲部隊を増やすぞ。念のために集めておいた兵がいる。彼らを使う時が来たようだ。それは願ってもない申し出。では彼らを取りまとめる将にこれを。成功だ。この結果を誇ろう。これは両毛殿からの文書ですな。我らに土砲部隊を務めようと。承知しました。みな直ちに出撃せよ。敵の先鋒は強化した土砲部隊で敗れよう。俺もこの勢いに乗って進軍する。成功だ。この結果を誇ろう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。先陣を切り、敵の戦列を崩すのが私の役目。学文献全力でいきます。敵には土砲の備え。止まるわけにはいきません。炎症陣敵将撃ち取ったり。素晴らしいご活躍、お見事です。役目を果たせないとは無念です。この失態いかに償うべきか。孫家の誇り貫いたまでだ。船なら我らの強みを活かせる。それで援軍を輸送できれば。だが
敵の妨害も考えられる。そうなると自分一人では。なんと心強い。これで筋が通った。術行為は生かせるものか。あの船を沈めるぞ。やはり来たか。敵の兵力は読めん。戦場の敵将を弓で射るのが確実か。はっ。よっ。たっ。これ以上進ませるな。何としても沈めるんだ。よっ。はっ。取れると思うなよ。船員は俺が狙い撃つ。到着したぞ。我ら援軍で敵を脅かさん。敵将を討ち取ったり。孫家の誇り貫いたまでだ。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。筋金入りですな。見習う所存です。ここで決める。敵の痛いところをついていくか。狙うはあの地だ。行くぞ。俺らは誰にも支配されねえ。野郎ども、孫権軍を襲え。孫権様のため、ここは一歩も引けぬ。皆、ここを支持とし、奮戦せよ。この俺を倒すとは、やるじゃねえか。じゃあね、味方してやるよ。孫家の誇り貫いたまでだ。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。行くぞ。私が華麗に守り抜いてみせましょう。
立ち塞がる首相を倒せば先へ進める。しかし術根も用地感化はできんな。ここで決める。落としたことが猛毒。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵ながらなんと美しい戦振り。ここは引くしかありませんね。自分はそう思考。戦いが望みとあらば容赦せぬぞ。炎症陣援軍を出せぬか。申し訳ありません。孫家の誇り貫いたまでだ。あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。敵将討ち取ったり。筋金入りですな。自分も見習う所存です。守りは我らが受け持つ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。炎症陣目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。ここで決める。彼らを解放すれば義の勝利は遠のきます。ここはお引き取りいただかねば。また奪われてしまうの。あの時の悪夢が蘇ってくる。全力で止められてしまうなんて。ここは引くしかありませんね。助けていただけるとはありがてえ。危ないところでした。孫家の誇り貫いたまでだ。孫権様、虎のごときです。お見事です。